日比山南馬は古墳時代の日比の豪族、生は時家。日本書紀巻第19によると、近明天皇26年5月に、高麗の人、頭切り、マリアのボルラが、筑紫国にやってきて、山城の国にとどめ置かれた、という。また、同31年4月には、越国の人である、エヌマシンチュンダイが、高麗の施設が暴風と波に苦しんで迷って、 港が分からなくなり、水に流されるままに漂流して、岸にたどり着いています。道勲、カツラの地か南波を派遣して、その、高栗の施設を迎えた。5月に、柏シワの稽古を古紙に派遣して、共応した。7月に、施設は、大見国に来た。同月中に、コ瀬の新猿サルと、キッシアカバトに命じて、何和津から出発して、船を、 笹波山に引き上げさせて、施設を、大海の北の山に迎えさせた。山城の国の相良軍に用意してあった館に、引き入れて、山和の綾坂神正しねまろ、二式武士大石を使わして護衛させ、館で共応させた。同32年、春が過ぎようとしていたが、施設は、天皇の病気のためか、高栗の建造物や書状を創造することができずに、いた。 未まな日本府債権を遺言して、天皇は放御した。以下は、初期末期、第二十の内容になる。翌年5月、即位したばかりの美奪天皇は、押坂の彦人体系美子と、蘇我馬子大臣に、前年の高栗の施設のことを尋ね、施設によってもたらされた蜜着物を検査、記録して、とへ送らせた。さらに、高栗の国書を大臣に授けられ、 三日かかっても誰も解決できなかったのを船しのみが読み解いた。六月、高栗の大使は福士たちに古氏の道君が天皇だと詐称したために国の長の一部を渡してしまったことを責め国王に報告すると脅された。口封じのため福士たちは大使を俗の仕業に見せかけて殺害した。接客役の山和の綾坂神直子マロは 翌朝取り調べを行ったが、福祉たちは、大使は天皇から妻を賜りましたが、大使は受け入れなかったので、礼儀に反すると、私たちが天皇のために殺しましたと嘘をついた。大使の亡骸は礼式を持って葬られた。7月に、施設たちは、帰っていった。というような出来事があった上での、以下の記述である。微脱天皇2年5月に、高栗の施設が、 再度、古市の海の岸に停泊した。船が壊れて溺れ死ぬ者も多かった。朝廷は、遭難度も遭難することを疑わしく思い、施設を強同しないで遭感することになった。そこで、木部山マジ南馬に直令を出して、高栗の使者を送らせることになった。七月、古市の海岸で、南馬と高栗の使者らと相談し、宗師の南馬の船員である、大島首和人、 京王を隠避官今を高栗の施設の船に乗せ、高栗人の二人を南波の船に乗せた。互いに入れ違いに乗せれば、高栗の死者の船がよろしくないことを企むまいと備えたのである。ところが、発船して数里ばかり行ったところで、波浪を恐れた南波は、施設の二名を捕らえて、海の中に放敵してしまった。八月、南ンは朝廷に大きなクジラが待ち受けていて、 船都会を噛み食われてしまいました。私たちは、魚が船を飲み込もうとするのを恐れて、海に入り、施設を助けることができませんでしたと報告した。天皇は、この報告がデタラメであることに気づき、雑用に刺激して、キビ国に帰還することを許さなかった。翌3年5月に、コウクリの使者が、越の海岸に停泊した。そして7月に入居して、 私たちの船が先に到着して、大島首は平を厚い礼を持って処遇しました。しかし、大使たちがまだ戻ってきていません。そこで、岩人と共に使いを参上させて、大使たちが帰ってこない事情を尋ねに来ましたと申し上げた。かくして、南波の犯罪は発覚し、朝廷に対して虚偽の告白をしたこと大使たちを投げ入れて溺れ殺した。 ことの二つの滞在で許すわけにはならないと宣告され、断罪された。この直後の11月と4年の6月、白木が使いを派遣して、蝶を建てまつった。以後、朝廷と白木やくだらとの交渉が多くなった。ありがとうございます。